写真拡大。広島の2018年のドラフト1位、中村奨成捕手、21。広陵高が26日、DeNA、8回戦、横浜で一軍デビューを飾った。7回2死1塁で矢蓋に代わって中村奨が打席へ入った。試合前時点でリーグ1位の防御率 1.45 の相手先発平の初球スライダーを空振り、2球目145キロをファウルとし追い込まれると、3球目スライダーにバットを伸ばしたが遠ゴロに終わった。地元広島出身の有望株は17年の夏の甲子園で怪物清原和博氏、85年5本塁打、PL 学園を超える1大会最多6本塁打を放ち、一躍甲子園のスターとなった。プロ3年目でついに一軍の舞台に立った